高そうな機材もらってもいいですか？どうぞ持って行ってください。俺ちゃんはファンに優しい悪魔系 YouTuber ですから。撮影ができなくなっちゃうよ。ブラックチャンネル。じぃ、今日の撮影も盛り上がったね。ガガガ、編集が楽しみです。ああ、本物のブラックさんだ。チャンネルの撮影ですか？そうですが、あなたは？私、クレア・クレミって言います。ブラックチャンネルのファンなんです。そうでしたか、いつもありがとうございます。今日は100円ガチャで豪華景品を狙ってみたっていう企画の撮影だったんだ。ブラックが一発でフィギュアを引いて悔しかったよ。景品に目がくらみ、お小遣いを全額投入して破産する小学生、鬼ヤバでした。ジジイ、フォントナイトのフィギュア欲しかったんだもん。フィギュアですか？実は私も最近そのゲームにハマってて欲しいと思ってたんですよね。おや、そうでしたか。では俺ちゃんには不要なので今日の記念に差し上げましょう。ありがとうございます。いいな。では俺ちゃんたちはこの辺で、動画を楽しみにしててくださいね。ファンにプレゼントするなんて有名 YouTuber なだけあるね、ブラック。ガカ、サトシ君は単純ですね。ちょろすぎ。人気 YouTuber を狙って正解だったわね。あいつらバカだし、もっと強引に攻めていろいろもらっちゃおうっと。くれくれ攻撃。ドローンに見つかったら即死亡。小学生が本気のかくれんぼ。鬼ヤバ動画な予感です。聞いてないよ。契約書に書いてありましたが。ジジイ、この辺で撮影してるって噂を聞いて来ちゃいました。おやおや、あなたは昨日のファンの方ですね。ぜひ見学していってください。ありがとうございます。今日はドローンとかくれんぼをする動画を撮影予定なんだ。すっごい、このドローン弟にプレゼントしたいと思ってたけど高くって。それなら1台差し上げましょう。いいんですか？ちょっとブラック、今日の撮影はどうするの？予備があるので問題ありません。ドローンもまた買えばいいだけの話ですから。 YouTuber ってお金持ちなんですね、ジジイ。では撮影再開です。今回のブラックチャンネルの鬼ヤバ動画はズバリ。そういえばさっきのペいい感じでしたね。ちょっと撮影中は静かに。ごめんなさい、私文房具にハマってるから気になって。確かに市販ではありませんね。よろしければ差し上げますよ。ありがとうございます。では撮影再開です。今回の鬼ヤバな動画は私がファン？嘘よ嘘、あんたらなんてどうでもいいし、こんな簡単にいいものがもらえるならしばらくつきまとって身ぐるみ全部剥いでやるわ。ではゲームスタートです。逃げるサトシ君にはお助けアイテムのサバイバルセットをお渡ししましょう。テントも入ったプロ仕様の特別製ですよ。何日続ける気なのさ。私がちょうど欲しかったやつじゃないですか。これって運命ですよね。ファンに恵んでくださいよ。おやおや、予備でよろしければ。ちょっとブラック、少し怒った方がよくない？撮影の邪魔するし、変だよこの人。ガッカか。俺ちゃん的には鬼ヤバに面白いので問題ありませんよ。あれ、そのカメラも特別製？どうせ他にも持ってるだろうし、私も1台欲しいな。ジジイ、もういい加減にしてよ。あげられるわけないじゃん。ジジイ、あー、ムカつく。本当に邪魔なクソガキね。ブラックのおまけのくせに。カッカッカ、どうやら欲しいものがたくさんあるご様子。それなら俺ちゃんと契約しませんか？願えば何でももらえるようになるなんていかがでしょう。今のあなたにぴったりの契約です。本当に何でももらえるの？契約するしかないじゃない。ディール。じゃあカメラと機材を全部ちょうだい。あとは編集用のパソコンとゲーム配信で使ったスワッチと。ジジイ。うわ、動画投稿ができなくなっちゃうよ。カカカ、鬼ヤバですね。今日の撮影はどうするのさ。
満たされない欲望。願ったら本当にもらえるなんて最高の契約だわ。でもあいつらにいちいち会うのは面倒ね。ブラックチャンネル、今日の鬼ヤバ動画は。そうよ、チャンネルさえもらえば大儲けできるじゃない。おやおや、今度は大儲けできるチャンネルをお望みですか？その通りよ、契約なんだからくれるわよね。ええ、もちろんでしたもん。今日からあなたは大人気 YouTuber です。契約って最高。因果応報、ブラックチャンネルの配信です。みんなスーパーチャットたくさんちょうだいね。露骨すぎ。てか後ろのソファーって俺が前に取られたやつ？逆にそれくれよ。私も前に洋服を取られたし、クローゼットごとちょうだい。マジでもらえて草。貯金ちょうだい。テーブルが欲しいな。そこって俺から取った家？返してほしいわ。私の家が！カッカッカ！もうあなたの家ではなくなったようですね。どうなってるの？私はブラックチャンネルをもらったはずでしょ？おやおや、俺ちゃんはブラックチャンネルとは一言も言ってませんよ。差し上げたのはズバリ、視聴者が欲しいものをあなたからもらえるチャンネルです。じじい。視聴者が大儲けできるので大人気チャンネルになること間違いなしです。初配信ですから、今回は特別に過去に被害に遭った方を集めてみました。冗談じゃないわ。私は住む場所もなくしたのよ。これが人を利用するクレクレ中が全てを失った末路です。 This is エンターテイメント。これから先どうすればいいのよ、この悪魔。悪魔ですが何か。ジジイ。さて俺ちゃんも取られたものを返してもらいますが、せっかくなので他にも何かいただきましょう。あんたにあげられるものなんてもう何も残ってないわよ。いえいえ、あるじゃないですか、まだ渡せるあなたの大切なものが。これ以上私から何を。まさか。いやー、ブラック間違い探しです。いきますよ。わからなかった人へラストチャンスです。もう一回見せてあげます。おしまいです。答えはこちら。正解した君、鬼ヤバですね。外れちゃった君は次回も頑張ってください。じー。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。